原田です。みーちゃんです。アミブルチャンネルへようこそ。今年最大のイベント、アミブルージュのクリスマスフェアの時期となりました。昨年もクリスマスアイテムをご紹介しましたが、今回は新作がたくさん入りましたので、アミブルージュ2021年の新作クリスマスのご紹介動画となっております。街中にはイルミネーションやクリスマスソングがたくさん流れていて、本当にワクワクしちゃうんですね。街中ではお家の中でもワクワクするような、お人形たちが整いましたので、はい、こちらからご紹介いたしましょう、はい、昨年の人形たちは赤とグレーの衣装を着せました。今年はちょっと白とグレーをベースにして、とても大人っぽくですね、シックな感じに仕上がりました、はい、まず正面に並べてあって、こちらにネズミちゃんたちですね。羽を生えた妖精みたいな女の子と、こちらステキを持たれた男の子ですね。とてもなんか童話から出てきた感じですね。ストーリーがありますね。こちらの羽の部分ですね、とても可愛いポイントで、カラフルのボタンを装飾にされました。可愛いですね。靴下も持てて、何のプレゼント入るかな。続いてはこちらのお人形さんファミリーですね。お父さん、お母さんと子供たちですね。綺麗にお洋服を装い、お出かける様子が描かれてます。とても、はい、楽しい気分になりますね。どこかにパーティーでも参加しに行かれるかな。ストライプ模様のスカートを履いている女の子です。上のトップスもボア素材でとても暖かそうですね。はい、男の子です。パパとお揃いの蝶ネクタイをつけてあります。とても紳士的ですね。仲のいいご夫婦ですね。パパとママで見事にペアルックになります。帽子ですね、かぶってヒイラギの装飾もつけてあります。なんか微笑ましいですね。今年の一押し新アイテムのトナカイちゃんたちですね。白とグレーのベーシックの色で、とてもおしゃれな雰囲気ですね、はい、形もとても可愛らしいです。ここの鈴もなりますね。動きがあります。本体生地は星柄でとても楽しい雰囲気になります。今年はご要望が多かったアシブラサンダーも作ってみました。おひげがマフマフしてますね。ふわふわしてます。小さな子ネズミちゃんたちは昨年から引き続き登場いたします。インスタなどの写真映えもする可愛い子ネズミになっております。ここからは新作の刺繍レースのご紹介です。雪の結晶をモチーフとした、刺繍が入ったディライトシリーズ、生地にはですね、銀糸や金糸が織り交ぜてありまして、キラキラとした刺繍の作品となっております。コースターや花瓶式、テーブルセンターやテーブルランナー、真四角のテーブルクロスなど、アイテム豊富にご用意をしております。こちらはハッピーオーナメントシリーズです。コースターや花瓶式、テーブルセンターをご用意しております。テーブルセンターは75センチの長さで使い勝手のいいアイテムになっております。色鮮やかなオーナメントやヒイラギをモチーフとした刺繍の作品です。しっかりとクリスマスカラーにまとまったシリーズ、アレンジリボンです。リボンのモチーフもありますが、お花のモチーフはヘレボルスというお花、別名クリスマスローズと言われるお花のモチーフです。
コースターや花瓶式テーブルセンターをご用意いたしました。新作のコースターです。雪の継承、雪だるま、ベール、ツリー、サンタクロース、見ているだけでワクワク楽しい気分に盛り上げてくれるアイテムたちです。いかがでしたでしょうか。次回の動画もクリスマスのアイテムをご紹介いたします。この動画への高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタ、フェイスブックなどの SNS でも、たくさんの情報を発信中です。まだ登録がお済みでない方はぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。次回もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。